令和新選組の一本足打法、高江亮です。法案の質問の前に、3月10日の党委員会での私の質問に対する答弁について一言申し上げます。お手元の資料をご覧ください。上の部分ですが、宅建業者や投資家が個人所有の土地建物を購入する際、転売なら特例措置があり、インボイスは発生しません。下ですが、転売ではなく、事業者や投資家が直接事務所やレストラン、民泊を運営する目的で購入すると、特例措置が適用にならず、インボイスが発生して、消費税を売り主か買い主か誰が負担するのかの問題が生じてしまうため、新たな特例措置を設ける必要があるのではないかと質問しました。この私の質問に対して、残念ながら大臣の答弁の中に回答はありませんでした。大臣よりも、むしろ答弁を用意した国交省の皆さんに言いたいのですが、事前レクで財務省、国交省合わせて15人の方々に1時間以上もかけて、そのことを丁寧に指摘し、問題点を共有し、理解されたはずですが、なぜか大臣答弁に反映されてませんでした。何が何でもインボイス制度を進めたい財務省と組んで、問題点に目をつぶったと取られてもおかしくありません。大臣、これだけの問題じゃなくてですね、その他にも、この不動産売買に関する問題が起こってまして、宅建業者が転売目的で物件を買ったとしても、それが売れなかった場合、しばらく数ヶ月売れなかった場合、そこに消費税が発生したというケースがあるんです。で、裁判になって判決は、国が勝ってるわけですけれども、こういった細かいトラブルが今、あるので、その辺はですね、担当省庁として指摘した問題点、その辺を受け止めていただいて、解決に向けて誠実に取り組んでいただくことを冒頭強く、要望いたします。